どうも、くまごろ兄さんです。皆さん、この机の上を見て何か気になることありませんか？そう、この安定化電源です。こいつだけ白いんですよ。まあこいつも白いんだけどね。でもやっぱこいつですよ。でかいし、お兄さん結構インテリアにこだわるんで、やっぱりかっこよくしてあげたいですよね。なので今回は安定化電源、これを塗装してみたいと思います。でね、画面が黒じゃないですか。何色に塗るかはちょっとまだ内緒なんですけど、皆さんにはね、何色に塗るかは内緒だけど、とある色に塗った場合ね、でも仮に黄色だとしましょう。黄色に塗って、ここのパネル、文字が入ってるじゃないですか。でなるべくこの文字は消したくないんですよね。パワー、ボルテージ、カレント、あとはここね、光電気、DC パワーサプライって書いてあるんですけど、この文字があるんで、なるべくここ残してあげたいなと思いつつも、まあ例えばこれが黄色だとして、白、黒ってなってかっこ悪いんですよね。まあ黒に塗るんだったらね、黒に、まあ、前面パネルだけ白で、液晶表示部分が黒で一体感は出ると思うんだけど、ちょっとね、ここの処理をどうするかでね、すっげえ迷ってるんですよ。画面のパネルとここがね、多分これ一体なんですよ。多分外れないんですね。なのでね、マスキングとかもちょっと大変だなとかね、どうすればかっこよく塗装できるかっていうのをね、もう丸一日ぐらい悩んでるんですよね。で、ぶっちゃけまだ決まってないんですよ。撮影始めてるんですけど、これ以上悩んでももうしょうがないなと、一回バラすしかないなと思って撮影を始めてるんですけど、なのでプランは決まってませんが、安定化電源をかっこよくしていきます。じゃあまずバラしていきましょう。はい、まずバラしていきます。上の側と下のパネルは別体になってますね。で、こっちがフロントパネル。ここはね、まあ、別に塗んなくてもいいかなと。見えないしね。あと背面パネルも別体パネルになってますね。ここにファンが見えますけど。まあいいや、ちょっとバラしながら考えます。あとね、このつまみをね、どうするかとかね。ここはクワガタ端子挟むところなんで、色塗ってもすぐ剥がれちゃうと思うんですよね。力かかるし。どうすっかな。はい、じゃあバラしていきます。お、来た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 。結構いい塗装してあると思いますよ。結構しっかりしてんね。後ろのパネル取っちゃおっか。全部連結されてる。これはね、電源ボタン。先にフロントパネル取っちゃうね。遠ミリかな。 7?7 ってあんの。7ミリです。変なサイズたまに登場する。ベッセルのソケット、はい、フロントパネルが取れましたね。あ、これフロントパネル取れるね。大丈夫そう。爪があるわ。このコンセントも外れるわ。かなり硬い。厳しいね、これ取るの。結構大変ですね。もう覚えてませんよ。この配線はハンダから取っちゃいます。こっから。はいはい、取れました。あとこれを外したいんだけど、挟んでズバッと抜くタイプだね。これは厳しいな。3ミリぐらいかな、出てくるんだけど、これ以上いかないね。いや、でもここまで来て悔しいな。かなり苦戦してます。開かない。これね、パワーでやっちゃうと壊れちゃうんだよね。クリアランスなさすぎなんだよ。取れないんですけど、まあ、全体的にがっつり浮いたんで、このまま塗装します。
マスキング巻いて塗っちゃう。もうね、無理。あとこのシール一応剥がすか。あとはここか。おい。あ、これ硬い。どうしよう。硬いよ。割れそう。バキンといくやつだな、これ。取れました。折らずに取れました。よかった。ここもシールだね。光電キー。お、皆さん、ワンプテックっていうなんか文字が出てきましたけど、ちょっとブランド名が変わってしまいましたが、どういうことでしょうか。これさ、多分ね、売ってる。これでアリエクスプレスで見たことある気がする。この緑色でブランド名書いてあるやつ。塗るのはこのつまみ5個、フロントパネル、まあ底面パネルもやるか、あと側ね、あとケツのパネル。はい、それじゃあ足付けしていこう。350でやります。あ、320ね。じゃあやっていきましょう。ちょっと荒すぎるかもしれない。よし、足付け完了。じゃあやっていこう。はい、塗装ブースにやってきました。今から塗装していきます。まずはね、シリコンオフで脱脂していきます。いつもの再利用ゴムね、これね。ちょっと乾かしますね。はい、次は軽く密着ロン拭いておきます。はい、一回乾燥させます。今プラサフ吹いてます。はい、じゃあ乾燥させていきます。色塗っていきます。さあ何色でしょう。はい、塗装二度塗りします。はい、デカール用意しました。まあマイナスグランドプラスなんだけど、まあ、ここはね刻印が入ってるんで、こんな感じで刻印が入ってるんで、ただこことこことここね、もう分かんないじゃん。ここは電源スイッチで、まあ、電圧と電流なんだけど、まあ、なんか何もないとちょっと嫌なんで、まあ、目印としてねデカールで文字を入れてみようかなと思って今回ちょっと買ってみました。で、何の文字を入れるかっていうと、すごい悩むところではあるんだけど、まあ、ここが電源ボタンなんで、まあ、電源のD ね。ここが電圧の調整つまみなんだけど、まあ電圧の D。で、ここが電流なんで D ね。そんな感じにしてみようかな。
じゃあまず電源ボタン用のパワーのキーだね。ギリギリだな。あと電圧の V。あと電流はもともとはカレントだったんだけど、まあ、A にします。うまくいくかな。じゃあ水につけて、ここねザラザラしてるんでうまくいかない可能性が高いです。あ、大丈夫だ、動いた。貼りたいところに置いて台紙を抜くらしいよ。水つけて動かします。位置は大丈夫そうだね。多分大丈夫。よし、いいでしょう。 OK、 じゃあこれで乾かします。はい、そしたら艶消しのクリア塗っていきます。はい、クリア2回目。OK。はい、塗装完了しました。デカールはね、少しね、ボコボコになってる。わかるかな？こういう感じ。てんてんてんってなってるでしょ？まあ、多分クリアとあのシールの相性が悪いんだろうね。これもマスキングすればよかったね。塗料かかっちゃってます。ケーブルに。まずフロントパネル組んじゃおう。とりあえずこんな感じか。うん、OK だね。やっぱこのオリーブドラムと黒の組み合わせがかっこいいよね。これつけちゃうか。なんかいいね。この色はすぐ剥がれそうだね。どうでしょう。すごいな。なんか起爆装置みたいな感じだよね。うん、なんか部品ついてくるとかっこいいね。赤黒黄色つないじゃいましょう。あとはスイッチ。よし、うん、入った。正面はこんな感じ。横も結構綺麗に塗れたんだけど、ここね、ドライバーがカシャンってなって、こことここが削れちゃった。こっちの面は綺麗だね、一番ね。上はこんな感じだね。まあいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ動作チェックやっていきましょう。あ、そうだ、シール貼ってなかった。大事なね、光電キーのシール貼ってなかった。お、かっこよくなるね。あとはケツのシールだね。はい、後ろはこんな感じになりました。じゃあ動作チェックやっていこう。スイッチオン。おお、いいね。そしたらいつものね、ダイソン充電してみよう。ダイソン用アダプターつけて、ダイソンはね、電圧 26.1V で、電流がね 780mAh なんですよ。一応安全のためにね、 CC が消えるぐらいか。いきます、ドーン。今 0.78、 まあ 780mAh に設定すると、まあ、電圧効果が起きて 24V で、これ 26.1 まで上がると、まあ、充電完了します、勝手に。なんですけど、まあ、これだとちょっと遅いんでね、お兄さんいつも急速充電しちゃいます。まあ、気持ち急速充電 1.2A ぐらいでやってます、いつも。結構かっこよくできたんじゃない。ということでね、こちら本日のスイーツはイタリアクリのモンブラン生ドラ、セブンイレブン。高いな、198円だって。マロンクリームとホイップクリームが入ってるみたいですね。マロンクリームに含まれる褐色の斑点は栗由来です。
クリームがとても柔らかいのでこぼれないように注意してお召し上がりくださいということですね。はい、いただきます。生ドラ、あ、いいね。ほら、栗が見えてるよ。こんな感じですね。いただきます。うん、あ、いいよ、すごくいい。栗の香りがすごくいい。うん、どら焼きもね、なんかすごいちょうどいいよ。やっぱどら焼きって生クリームとの相性めちゃくちゃいいよね。全然パサつかないしさ、これうめえな。うん、あ、そうか、これあんこ入ってないんだよね。普通の生どらのあんこの代わりに栗が入ってる感じだね。これどら焼きの革命なんじゃない。もうすでにあんこすら入ってないっていう。結構しっかりしてて、もちろんあんこみたいなしっかり感はないんだけど、香りも強くてね、面白い。これね、下手な生どらより全然美味しいよ。ただあんこが入ってないからどら焼きではないよね。とても美味しい。製造者わらべ屋日曜。わらべ屋日曜、なんか洋菓子っぽいのはうまいね。カロリー251キロカロリー、まあまあちゃんとカロリーありますね。はい、イタリア栗のモンブラン生ドラ、ごちそうさまでした。結構おすすめかもしれない。なんかね、和菓子っぽい感じ、ちょっとおすすめです。はい、今回は安定化電源を塗装してみました。なんかね、この感じでオリーブドラブだとなんか爆弾の起爆装置みたいな感じになっちゃったけど、この液晶部分が外せたのが良かったね。結構綺麗に塗れました。良かったです。次はどれかな、どっちかな、こっちかな、こっちかな、はたまたこれかな。はい、まあまあちょいちょい塗装やっていきたいと思います。違う色もやりたいね。全部これだとつまんないじゃん。はい、まあそんな感じで、熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。